来週送ってないで。コロナ禍のため現在タッチの方はやっておりません。なるべく触ったりはしないようお願いします。またご飯をあげるときなんですけれども、もうご飯が欲しくて欲しくて待ちくたびれてる様子ですね。で本日あげるご飯の方を渡しさせていただきます。すいません失礼します。失礼します。トングの方もお渡しさせていただきます。大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと待って。はい、すいません失礼します。あげるときなんですけれども、なるべく葉っぱの先端の方を持っていただいて、まあ、いくつか束で、はあ、これいくつか束で、はい、できたら上の方からあげていただいて、カピバラがむしゃむしゃしたら離してあげてください。落ちちゃった葉っぱもこの子たちは綺麗に拾って食べてくれます。はい、で今現在カピバラさんたちに、まあ、できたら座って落ち着いて食べてほしいっていう、まあ、私たち側の思いがありまして、こうやって座ってる時にあげていただけたらと思います。はい、あ、なるほど。で、まあ、上からこうやってあげていただくと、まあ、カピバラも座りやすい体勢になるので、まあ、なるべくちょっと意識してもらいながらやっていただいてもいいでしょうか。すみません、お願いします。それではカピバラに、はい、お姉さんはそちらの方、お兄さんこちらの方お願いします。個体名は分かりますか？個体名ですか？分かりますよ。ですね、この子がピタヤちゃん、女の子ですね。こちらの子がカカオくんです。ありがとうございます。男の子です。よいしょ。はい、ピタヤちゃん。大丈夫ですか、こんな私のあげ方で。この子たち、そのプールに自分でも潜りに行けるように階段をつけて。すごいですね。そうなんですよ。だから、もしかしたらお時間が合えば。あ、カカオくんが寄ってきちゃいましたね、食いしん坊の。もう持ってないことを察知してあれなんですね。もう寄りつきもしない。草があるところに行くんですね。大丈夫ですか、こんな感じで。大丈夫です。皆さん、あの、できたらあげちゃってください。大丈夫ですか、それで。はい、大丈夫です。この子たち目と耳と口が一直線にあるの分かりますか？あ、本当だ。これも水の中で、水の中にいるときに、まあ、ここから上を出せば聞こえるし見えるし匂いが嗅げるっていう、ほんのちょっと出すだけで陸上も見ることができるっていうためのこの子たちの体の作りなんですね。カバと一緒ですね。そうです、カバと一緒なんですよ。私もそれ知らなくって、この前お客様に、うん、カバと一緒ですねって言って、あ、カバもそうなんですかっていう教えていただきました。ピタヤちゃんはおとなしいですね、本当に。鳥ってどこですか？鳥は現在ですね、あ、こっからちょっとここかがんだら見えます。食べようね。ただそっちの子、タッチの差で大丈夫ですか？この子はまた、だいぶ偏りが。私も持ってるので大丈夫です。ただ、他にもですね、こういったさつまいもなどもあげてるんですね。ね、あ、お利口だね、あなたは。で、こういったさつまいもの他にも、リンゴとか、人参とかも結構大好きで、ご褒美として結構あげてるんですね。できたら、まあ、主食は葉っぱ。もうおやつ程度ですね、このさつまいもは。ね、他にもミレットの他にも笹とか、パンダが大好きな笹ですね、はい、はカラムシっていう青草の一種なんですけど、を食べたりして本当に常に葉っぱを食べてるって状態なんですね。なので私たちがここに葉っぱを置いてない間は、先ほども言ったようにここのシダ、わかりますか、かじった跡が全部あるの、全部、はい、全部カピバラにやられました。ね、このちょっと茶色くなってる植木分かりますか？はい、あれもなんか大好きみたいで、もう本当に大好きで、下からかじりまくってかじりまくって、
とうとうあんな姿になってしまいました。これと同じものがあの階段のこの直線上にあるの分かりますか？同じ葉っぱがもうほとんどなくなっちゃってるんですけど、これと同じ木があったんですけど、階段の上からも食べ、下からも食べ、とうとう倒れましたね。で他にも今こういうさつまいもあげたって言ったんですけど、他にもこういうペレットですね、牧草を丸めたようなものですねをあげてるんですけど、カピバラ、お、飛んでますね。あったりするときもこういう膨らみ方して、今気持ちいいんですよ、この子すごい。リラックスしてるときに、こういうちょっと毛が逆立つような、まるでたわしのような毛並みになります。ね。結構カピバラって撫でられるのが好きな個体が多いみたいで、まあ、自分じゃ届かないじゃないですか、この辺とかって。で硬い、毛も硬いし、なんか人間に撫でてもらうとすごい気持ちいいみたいで、ちなみに一番気持ちいいポイントがこのお尻の尾底骨の名残があるんですけど、ここの周り下ら辺が大好きらしいので、今はちょっとコロナ禍なのでお触りできないんですけども、はい、もしまた次回来られて参加して触れるってなった時はこの辺狙ってみてください。カピバラ喜びますね。他にもこの辺、もう犬とか猫と一緒ですね、この辺撫でられるともう撫でて撫でてって結構もうゴローンとお腹見せてくることもありますね。今日はお腹見せない？気持ちよさそうだね。なのでぜひもし触る機会があった時、もうできたら顎ら辺とお尻ら辺です。喜びます、この子たち。毛がすごいポワーってなってるの分かりますか？はい、気持ちいいって言ってます。こうやって触ることに慣れてもらうのも、もし獣医さんが触診とかをして病気を確認するときにもすごい役に立つので、できるだけいろんな人に触ってもらって、人間怖くないよっていうのをこの子たちには知ってほしいんです。なので本当はお客様たちにも触ってもらえたらって飼育員みんな言ってるんですけど、どうしてもそういう状況ではないということでね。ありがとうございました。